若宮八幡宮は、高知県高知市にある神社。旧社格は、県社。社紋は、摩利巴絵。鎌倉時代の歴史書、吾妻鏡の記述によれば、源頼朝は平氏を打ち果たした、文治元年に、京都六条にあった、祖父源為義屋敷跡に、岩清水、八幡宮を勘定し、六条若宮八幡宮を創建した。この時、土佐国阿川郡一円を、六条若宮八幡宮の神領とし、鎮護のために、同年12月30日、当地にも若宮八幡宮を分祀したとされている。戦国時代の永禄三年、長宗我部元親は初陣に臨み、若宮八幡宮馬場崎に陣を構えた。この時に初陣を勝利で飾った。以来、元親は合戦のたびに当社で戦勝祈願を行うようになった。江戸時代に入り山内氏が土佐藩主となって、以後も崇敬され藩主祈願8社の一つとされた。明治時代になり、近代社格制度が制定されると、明治6年号社に列した。さらに、昭和5年には、県社となった。現在は、高知市南部の総鎮守となっている。元親が壊したとされる鳥居跡に立つ鳥居神田祭で、使用される五神田別名、泥んこ祭り。早乙女が、男性に泥を塗る祭りである。4月第1土曜日より3日間開かれる。宇治港を中心に、約300名の男女が浴衣姿で集まり、さないと白米をおにぎり状にした、過去と呼ばれる神饌を備えて、豊作を祈願する。その後、氏子から選ばれた12名の早乙女により、外苑の御神殿で、田植えが行われる。田植えの後、早乙女が周囲にいる男性の顔や手足に泥を塗る。男性は逃げても構わないが捕まれば抵抗できない、しきたりになっている。泥を塗られると無病で夏を乗り切れると言われている。起源の伝承の一つとして、長宗我部氏の時代に疫病が流行った。若宮八幡宮に神田を奉納し疫病退散を祈願すると静まった。神田奉納の話は長宗我部地検帳に記載されている。また、もう一つの総話として、江戸時代になり、土佐藩二代藩主、山内忠義が領内視察を行った際に、早乙女の投げたさないが泥を跳ね忠義の袴にかかった。家臣が無礼討ちにしようとしたところ、忠義が、あぜ道は民百姓の道である。かようなところを歩いていた我らの方が邪魔をした。今後一層仕事に励むように、と許した。これを喜んだ人々が泥をかけ合って喜んだと言われている。別名、おなばれとも呼ばれる古式にのっとった、御神幸式である。みこしと、その前後に続く、祭り列が練り歩く。11月6日の秋季例祭で行われる。行列は、お供衆、先払い、みこしの順に進む。お供衆は、先頭を天狗面をかぶった猿田彦が進む。次に川籠が続く。川籠の中身は誰も確認したことがないが、言い伝えで源望みにの遺品が入っているという。その後を土佐藩時代の風俗をしたお鉄砲組が進む。先払いとして、みこしの前を氏子から選ばれた10名の練り子と呼ばれる少年がおしろいを塗り女装して、木製の薙刀を持って舞いながら進む。みこしが神社に関御すると、行事、なばれという古式が、社殿の前で奉納される。所在地交通アクセス。ありがとうございます。